どうも、阪神情報局です。今日もタイガーズの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが2月14日の月曜日なんですけれども、キャンプ中の実戦も残り3試合、オープン戦に向けて生き残り合戦が続いている中、阪神ファンにとって気がかりなのが開幕レフト大本命、ロハス選手の状態、実戦でなかなか内容がついてこず、矢野監督も今の状態に対して苦言を呈しているということで、今回の動画ではここまでのキャンプや実戦での打撃内容に思うこと、そして先日の実戦で外野で起用された大山選手のスタメンレフト 溶接についいいいいててても深掘りをししききなながらお話していきたいなと思いますでは、早速お話をしていきますが、2年目となる今シーズンは、キャンプ初日から合流することに成功したロハス選手。オフはメジャー最多盗塁の選手と自主練をしたり、昨シーズンからの巻き返しを誓ってキャンプを過ごしてくれてます。もちろん大前提として、まだまだこれからという時期なんですが、いかんせんなかなか状態が上がってこないのが正直なところ。というのも、まず最初の実戦になった紅白戦では、左の渡辺投手から逆方向にヒットを打ちました。助っ人選手が2月5日の時点で実戦に参加するのは、ギノザキャンプが始まってからは 最速こういう情報を知るだけでも、ロハス選手の今年にかける思いというのを感じることができます。で、ロハス選手は紅白戦終了後、こういったコメントを出してます。早い段階の実戦で、感覚的にも打撃フォーム的にも思ったより良かった。特に速球を持ってる藤波や小野に対してアプローチできたと思う。ヒットを甘く入ってきた球を打つことができた。開幕に向けて早めに実戦に入った方がいいと思ってる。体調や調子を上げて、開幕に間に合うようにやっていきたいということで、しっかり開幕に合わせて意識高くやってくれてるんですが、実は練習の段階から、いまいちいい打球が飛んでないんですね。というのも、ロハス選 選手は基本的にマルテ選手と一緒にランチ得で T 打撃を行ってます藤井コーチに指導を受けたり左右両打つ気でいろんなことを意識しながら振り込んでる段階ただ一緒に打ってるマルテ選手が凄す,すぎるのもあるんですがミスショットがかなり目立つんですねボールをこすってしまってゲージからボールが出なかったり最後失速してしまう外野フライも多い印象ロハス選手の場合は左で打って次は右で打ってとどうしても感覚的な違いで打ち損じることは仕方ないと思うんですがどうしてもマルテ選手と比べてしまうと仕上がり具合に差があるのは歴然かなとで少し時系列が前後しますが昨日の13日マルテ選 選手とロハス選選手手とは一緒に秋山投手が投投げるランチ独打に登場秋山投手はさすがの仕上がりでほとんどがストライクピッチングもともとコントロールのいいピッチャーですが開幕投手目指して調整してくれてますからねこの辺の仕上がり具合というのは文句なしです2人に対して合計55球投げ込んだんですがまずはマルテ選手に対して29球でアンダー制は6本そのうち1本は錯誤を許したとマルテ選手はいいボールが来てたけどうまく調整できているとそして秋山投手もすごいいいスイングをしていたとお互いコメントし合っていたんですが一方ロハス選手は26球で安打性の当たりは 1>, 1本のみ秋山投手もロハス選手には特にコメントしておらず、まだ調整段階とはいえ、気になるところまあ、無理にマルテ選手と比較する必要はないと思うんですよ。マルテ選手はキャンプも4回目ですし、ある程度どういうペースでやっていけばいいか分かってると思います。ただ、ロハス選手の場合は何度か実践を積んでるわけで、まだ1回も実践に出てきてない。マルテ選手が岩更投手や秋山投手からバンバン打ってるわけですから、2人しかいない。スケッ人野手の間でここまで状態に差があると、どうしてもフとしては心配になるのは無理はないのかなと。sns や僕の動画のコメント欄を見ていても、ロハス本当に大丈夫なのかな？というコメント。 多くい,ただいてますそしてロハス選手を心配してるのはファンだけじゃなく一番近くで見てる矢野監督も同じ気持ちなんですというのもロハス選手は12日紅白戦以来となる実戦ロハス選手にとっては今年初の対外試合に5番 DH で出場さあどんな仕上がりなのかと注目していたんですが1打席目大山選手タイムリー佐藤選手ヒットとおせおせの状態で初球どん詰まりの6-4-3やっぱり右打席は課題だなぁと一発で感じてしまう打席でしたそして2打席目というのは右ピッチャーに対して左打席に入って力のないレフトフライ先ほどお話したこすってしまうようなボンフライでした打撃 練習の時から非常に目立ってるわけなんですがそれがそのまま実戦でも出てしまってる感じですでこの2打席を見た矢野監督のコメントなんですけれども打ってくれた方がいいに決まってるけどさボンダの内容がもうちょっとなぁということでそうなんですよ何度も言うようにまだこの時期ですから別に前打席ヒットじゃないといけないとかそういうことではないんです若手選手でもないですし結果が出れば首脳陣もファンも本人も嬉しいだろうけど今は結果よりも内容ただその内容が光が見えてこない分矢野監督も苦言を呈したのかなと思うんですね特に今シーズン中軸を打って の試合で目立っていたからこそなおさらロハス選手が悪目立ちしてしまった感じがあったかなとそして極めつきは開幕レフトを狙う糸井選手が絶好調なことここまで実戦で3試合連続ヒット糸井選手の場合は練習の時から打球が違います40歳でもバンバン飛ばす姿を見るとやっぱり超人なんだなぁと改めて感じさせられますねその中で開幕レフト大本命のロハス選手は今後どんな結果を出してくれるのかもちろんまだキャンプも半分を終えたところでキャンプ中の実戦も残り3試合あるそしてオープン戦だって15試合ぐらいありますきっと開幕までにここから数十打席は立てるはずですのでキャンプも 2週間経ったこのの段階ででいいや今年もロハスは期待できないね他の選手を使おうよと決めつけてしまうのは良くないかなという思いいありますというのも昨シーズンのロハス選手はとにかく最初の一本に苦しんだあそこまでヒットが出ないとたとえその後固め打ちをしてもまた打率2割台とかで数字を上げていくという意味では本当に気持ち的にしんどいんですよねなので今年ロハス選手はスタートが大事だと思うんですそのためにもオープン戦の中盤ぐらいまでにはまあ今の状態なら使えそうかなというレベルまでには上げてきてほしいのが正直なところいくら大本命とは言っても他の選手も頑張ってますからそれこそ 糸井選手はフルで試合に出続けるのは難しい。としても、ロハス選手とは守備面でそこまで大きな差がないと思います。なので、打てる方を使っていくこれが考えられる今後の展開です。2軍では豊田選手が初実戦でいきなり結果を出したり、今後のアピール次第ではレフトのポジション争いは本当に読めなくなっていきます。ロハス選手は両打ちなんで、ここが首脳陣が判断に困る部分だと思うんですよ。というのもどの評論、家の方も右より左の方がいいとおっしゃっていて、それは素人ながら僕でも分かります。明らかにスイングのシャープさが違いますもんね。この前の練習試合でのゲッも明らかにインコース来たら反応しきれない。 だろうなぁと思って見ていたら案の定ズバッと投げ込まれて刺されてしまった。あれが各球団エース級の左ピッチャーが来るともっとしんどくなると思います。右ピッチャーならなんとか対応できるかなぁとは思うんですけどね。ですので、左ピッチャーが来た時もスタメンから外しづらいというところがあるんで、ロハス選手は左右両打好きで上がり目を見せないと開幕スタメン安泰という立場ではないのかなと思ってます。さあ、そういった中で新たな選択肢として出てきそうなのが、大山選手のレフト起用なんですねえ。大山がレフトいやいやサードでほぼ決まりやろうというコメントをいただくかと思うんですが、ここからは少し可能性のお話をさせてください。全て。 いいただいただ後にありそそうかそれともなささそうかか皆さんの考えをお聞かせいただけるとと嬉しいいですというのも先日12日の試合で大山選手はこのキャンプ初めて外野レフトで出場しました去年の周期練習の段階から大山選手が外野の練習もしていくというのは話題になりましたが春季キャンプになってもそれは継続本職のサードはもちろんファーストそして外野と自分の可能性を広げる意味も込めて練習してきましたそして今年初めてのレフトで試合に出たとバッティングでは先制タイムリー含む2安打そして守備では左バッターの切れていく難しいファールゾーンへの打球をスライディングキャッチいやこれ結構読みづらい難しい 打打球球だだっっっったたたんんでですすよ風もも強くくてててて切れれいく打球だったんですがタイミングをししかかり合わせてキャッチここには観客からも拍手も起こってました大山選手のレフト守備に関しては、ルーキーイヤーの2017年に16試合、2018年に2試合、2020年に2試合と合計20試合経験。外野全体ではセンター、ライトを含めて22試合経験してるんですが、22度の守備機会でエラーはゼロ。飛んできた打球の数が多くないんで、これだけで判断することはできませんが、決して外野が下手というわけではないかなと。むしろあのフライの取り方を見てると、全然守れるかなという感じはしますよね。肩も強いですから、 ゴロのの入りりり方がししっっかかかか身ににつけけばしっかりチャージもかけられるるようになるのかなとガイアノックの動きを見てたらちょっとそこが気になったんでまだまだ精度を上げる必要はありますけどねで大山選手のレフトでの動きを見た矢野監督はこういったコメントを出していましたあれはすごく難しい打球本土の試合ではこれぐらい風が吹くのって千葉ぐらいしかないかもしれないけどまあまあいい判断ができていたしいい守備だったロハスは右打すに課題があるユうスケをレフトに入れるオプションというのも考えているということであくまでオプションという言葉にとどめましたが僕は他のレフトの選手の状態次第では大山選手をレフトで公式戦でも使う可能性を 全然あるんじゃなないかなと思うんですというのも今大方の予想はサード大山選手、ライト佐藤選手、この夫人矢野監督自身も今のところその形を考えてると話してキャンプに入りましたし、これが一番しっくりくるとは思うんです。佐藤選手をサードにすると、大山選手はファーストか外野、たまに評論家の方で、大山選手をファーストに持っていこうと提言する方もいらっしゃるんですが、僕はそういう情報をいつも目にするたびに、え、マルテはと思ってしまうんですよ。もちろん将来的にはその形もありだと思うんですが、去年の実績、そしてここまでの仕上がりを見ていたら、さすがにマルテ選手を外すことは限りなくゼロに近い。 じゃあ、大山選手はライトなのかま、あそれは大山選手の外野守備能力次第なところもあって、2人のバランスというのを考えた時に、去年、佐藤選手は1年間難しい。甲子園のライトを経験してますから、それなら基本は去年通り行こうというのが首脳陣の考えだと思うんです。ただ、ここからがある意味考察になるんですが、レフトに入ってほしい。選手、それこそロハス選手の状態が上がりきらない。若手選手もエース級になると苦しい。糸井選手もスタメンで出突っ張りというのは現実的に考えて難しそう。となれば、ファーストマルテ選手、レフト、大山選手、ライト、佐藤選手。そしてサードに糸原選手。こういう可能性。

の入れ替えについいてどう思いますでしょうか、まあ結局、レフト争いというのは一番の悩みどころですよ。セカンドショートも中野選手の復帰時期次第では大きく変わりますけどね。ただ、外野は一貫してお伝えしているように、打力が重要視されます。僕は今なら糸井選手が最有力かなと思ってるんですけどね。ただ、同時に糸井選手だと、連続で試合に出続けるのは難しいのも現実。そして、代打もいなくなってしまう。ここも結局、バランスの問題になってくるわけですよ。スワローズが川端選手という切り札を代打というポジションに置き続けたように、それがシーズン通して見ればプラスになることもある。川端選手の場合は体の状態もありますけどね。その中で 理想ととといいいいうかやっててもらわわないといけななけののはははロハス選手んんですここは僕の意見としては変わりませんただ、今のバッティング内容から変化がないようだと、首脳陣もいろんなオプションを考えざるを得ない。それこそ大山選手のレフトスタメンというのもあるかもしれない。糸原選手ももともと本職サードですし、去年の動きを見ててもセカンドよりは良かった。何が一番上手く回るのか、打順と同じくポジションもそうです。高いレベルで争うために、ロハス選手には次の実戦あたりで快音響かせてほしいですよね。キャンプも折り返し地点に突入。明日から予定されているシートバッティングも注目して見ていきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では、ロハス選手のバッティング 内容から感じる今後のレフト争い大山選手のレフト起用もゼロではないんじゃないかという件についてお話をさせていただきました。本当にこの時期はファンとしてもいろんな可能性を考えていくのも楽しみの一つですよね。今後もいろんな視点から考えられることもお話していきますし、明日から鈴木投手と桐敷投手もベールを脱ぎますから、この二人の力もしっかり見ていきましょう。皆さんはここまでのロハス選手を見てどのように感じますでしょうか？よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで。以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かったためになったと思っていただけた方は良かったら。 登録グッドボタンを押ししていいただけると嬉しいです皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者2 5 8 0 0人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次へ目指せ、チャンネル登録者2 6 0 0 0人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トロホー、ありがとうございましたキャンプが始まって2週間、なかなかロハス選手の状態が上がってきませんが、次の実践あたりで快音響かせてもらいましょう。でまた